はい、今回のテルキ塾は、結果派と言い訳派、言い訳派というか、まあ、ちょっと悪い言い方にすると言い訳派にっていう感じになっちゃうと思うんですけど、結果派と過程派、プロセスの過程ですね、の話したいなと思っております。まあ、僕は結婚してたんですけども、まあ、離婚したんですが、まあ、その過程の中で、そういうのあるなっていうふうにちょっと感じまして、夫婦関係って多分、まあ、100%じゃないと思うんですけど、こう、反対のことが多いと思うんですね。100%じゃないと思うんですけど。で、僕はね、言い訳派だったんですね。言い訳派っていうか、過程派、プロセス派だったんですけど、相手は多分ね、結果派だったと思うんですよ。どちらかというと。まあ、100、100、0じゃないですよ、多分。僕も100、0じゃないと思うんですけど、どちらかというと僕は、プロセスを大事にする、過程を大事にする。だから選挙とかでも、結果出してない人分かりやすい。僕の中で結果出てるんですけど、社会一般的な、当選っていう結果出てないです。だから僕は、そういう結果よりも、そこに至るまでの過程とかプロセスを大事にしてるので、自分は全然平気なんですけども、やっぱ結果が重視の人もいるわけじゃないですか。いや、とにかく結果出した方がいいと、結果出してほしいみたいな、人それぞれあると思うんですけど、僕はだから結構プロセス派っていうか、過程派なんですよね。だから僕は例えば選挙当選しなくても、こうこうこうでこうでみたいな言い訳というか、嫌な言い方すると言い訳なんですけど、僕は別に言い訳のつもりも別にね、そういうつもりないんですけども、説明というか、説明責任というか、感じで。で、多分、そういう、僕の、まあ、離婚のあれも、多分、結果っていう重視と言い訳っていうか、過程重視で、多分そこでちょっとあったかなっていうふうに思います。多分、なんとなく今思えば。だから、じゃ結果派と、過程派、どうしたらいいのかみたいな、ちょっと話なんですけども、やっぱ結果に対しては、やっぱ結果を示すしかないんですよね。何かしらの実感というか、結果が必要で、そこを省いて、その過程は省い、省くって、ね、そこまで雑じゃないんだけれども、僕は無添加じゃないですか。無添加好きじゃないですか。無農薬とか。味美味しくなくても、これ無添加で作ってて、これ無農薬で作ってて、ちょっと薄味かもしんないんだけど、すごい体にいいんだよ、みたいな言い訳するじゃないですか。ああ、で、僕は、それでいいんですよ、僕は。味美味しくなくても。でもその結果派はやっぱこう、味美味しいっていう。まあ、ちょっと化学調味料入れたけど、みたいな。このすごいパンチがあるソース入れてんだ、みたいな。で、そっち重視とかあるじゃないですか。だから僕は多分本当にね、過程派だと思うんですね。プロセス派。もう自分の人生見てても。まあ、もちろん結果も重視しますけども、それは自分の中での結果があるんで、自分の結果と世間一般的な社会的な結果はやっぱちょっと違うんで。なので、結果派に対してどうやって仲良くなる、どうやって打ち解ける、どうやって嫌われずに済むかっていう、やっぱ結果見せるしかないですよね。その結果が社会的な結果なのか、もしくは社会的な結果が難しい場合、例えば都知事選ね、当選するとかだと結構難しいじゃん。その場合は、例えば政見放送で、こういう形で、訴えることができるみたいなのを目標にしてるとかを、例えばパートナーに示して、そういういい感じになったね、みたいな。そういう結果でもいいかもしれないし、それか、そこまでね、大きな結果じゃなく、小さな結果の積み重ねでもいいと思うし、逆に僕のプロセス派、過程派は、これ本当によくある話なんですけど、よくある話でよくあることなんですけど、結果だけ見せられても、へん、みたいなところあるんです、正直。プロセスとか過程抜けて、謝ったからいいでしょ、みたいな。お金払ったからいいでしょとか、謝罪したからいいでしょみたいな、結構あるんですけど、全然良くないですね、マジで。全然良くないんですよ、正直。で、ね、まあ、そこで水に流すこともありますけど、全然良くないですね、マジで。言い訳派、過程派、プロセス派は、
結果の人はなんかもうそこで済んだとか思ってるかもしれないですけど、全然済んでなかったりするので、ちゃんとどうしてそのなんかそういう風に至ったかみたいなのが欲しいんですよね。言い訳してほしいんです。言い訳して、納得させてほしいんです。説明してほしいんですね。まあ、言い訳とか説明責任とか、とにかくね、話をしてほしいんですね。どうしてそうなったか、どういう経緯でそう思ったのか、さっきまで全然違かったのになんで変わったのかみたいな、経過が知りたいんですよね。それで納得できたら、よかったよかった、どうも、シェイクハンドですよ。それ納得できなかったら、どういうことなのってなっていく。で、その結果よりも、謝ったとか、お金払ったとか、謝罪した、同じか、謝って謝罪もないか、なんか、その結果よりも、結果出したでしょみたいな。総裁とかないから、総裁とかないんですよね。あの時、そうだったけど、これでなんか、挽回したよねみたいな、ないんですよ、その。ゼロじゃないけど、そこで挽回とかないんで、そこはそこ、あそこはそれはそれみたいな形なんで、それ挽回損なんですよ、逆に。だから挽回しても、いや、この前の解決してないからねってなるんで、その解決してからじゃないと、その、言い訳派、プロセス派は全然、刺さらないんですよね。なので、自分が言い訳派、言い訳派って良くないけど、自分ちょっとヒゲにして言ってますけど、プロセス派、過程派なのか、結果派なのか、ちょっと考えてみて、あ、自分結果派だわ、過程派だわ、とか。もしくは、仲いい友達、仲いい、職場の人とか、同僚、同級生、もしくは恋人、夫婦の中、お父さん、お母さんとかで、あ、この人結果派かなとか、家庭派かなとか考えて、あ、この人家庭派だから、別に結果が、芳しくなくても、ちゃんと説明すれば、分かってくれる人だとか、いや、この人結果派だから、どんだけ、そのね、俺はこう、こう、こうした、ああしたとか言うよりかは、ちゃんとどか、ガツンと、あ、もう結果で、あ、こいつなんか、あ、誠意見せてるわ、みたいなのを示した方がいいのかっていうので、対応が違ってくると思うんで、これね、ちょっとね、僕のその結婚経験、離婚経験で、なんとなくふと思った、考えです。はい。ということで、何かの参考になれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。感謝です。愛してます。何かの参考になれば幸いです。失礼いたします。ちょっと補足です。これ重要なのは、自分が結果派とかプロセス派とか、そういうのは関係ないんですよ。相手に、どれだけ合わせられるかっていうのが重要なんですね。相手が結果派、相手がプロセス派。だったら自分はどうやって対応しようか、どうやって合わせようかっていう、そういう姿勢が大事なんですよね。それはお互い様なんですけども、だから自分はどっちとか関係なく、相手に対してどういうアプローチをしていったらいいかっていう方が大切なので、何かの参考になればなと思います。ということで以上です。皆様愛してます。あ、だから優劣はないですよ。優劣はどっちが上とかどっちが下とかない。はい。どうやって合わせるかっていうことなんで、以上です。